オリビエの古代剣技シャドウの剣ほど洗練はされていないけど、ずっと昔古代の剣技だと考えると、当時としてはまさしく突然変異的に生じた無双の剣だったのでしょうね。幼い頃、悪魔月を発症する前にエルフの里の儀式でただ目に見ただけの剣技、覚えていたつもりなんてなかった。それなのに前から知っていたかのように動きの型を思い出せるなんて、英雄の血か。アルファ様、ベータ、ゼータから報告があります。三英雄についての情報を掴んできたそうです。わかったわ、すぐに行く。訓練中に悪いね、緊急だと思ったから。構わないわ。それじゃあ報告をお願い。ゼータ。ああ、なんでもない。三英雄のリリについてその足取りを探ってみた。魔人ディアボロスの討伐後、リリは聖教の大司教として各地を布教して回ったと言われている。にもかかわらず、獣人社会にはごく一部の部族を除いてその痕跡がほとんど残っていない。エルフ社会においても聖教へ入信する個人はいるけど、聖教そのものをエルフ社会が信仰しているわけじゃない。オリビエが聖教の聖騎士だったなら、エルフ社会だって聖教を信仰しててもいいはずなのにさ。その通りです、ゼータ。それもあってつながりについて調べてみたんですが、ベータによる表の調査は空振りに終わった。つまりこの状況には意図的に隠された流れがあった。そしてその秘密の流れをつかめたということね。リリの教え、そして三英雄の本来の姿について正しい形で継承していた獣人部族は存在していたよ。魔人ディアボロスと戦った三人の英雄の一人、獣人リリの冒険譚を伝える部族がいたんだ。三人の英雄は男ではなく女で、悪魔月は呪いではなく祝福だったとね。存在していたということは、その部族は今では。あ、ディアボロス教団に滅ぼされた。滅ぼされていたよ。そんな、ゼータ。だけど英雄の獣人リリへの信仰は残ってたんだ。族長だけに伝えられる大司教、いや聖女への信仰がね。信仰を継承していた部族がこの地上から滅ぼされても、その痕跡はさ、ちゃんと残っていたんだよ。それならフレイヤについてもミドガル王国を探り続ければ何か出てくるかもしれませんね。ええ、そうね。ゼータ、その点についてはどう？怪しそうなところに目星はつけてるけど、今のところは何とも。だけど絶対に掴んでみせる。シャドウの言っていた通りね。歴史は意図的に教団によってねじ曲げられていて、教団が聖教を使って歴史をねじ曲げたことの意味が、あのエルフの女剣士の守る先、聖域の奥に存在している。もう一度あの場所に訪れようと思うの。あの女剣士オリビエに今の私たちが立ち向かえるのか改めて確認するためにも。オリビエ、アルファ様、それは。この感覚は理屈じゃない、ただの私の妄想でしかないのかもしれない。だけど
強く感じられているのよ。あの女剣士はオリビエそのものだと。すごい、先日よりも押されずに戦っています。ああ、だけどやっぱり実力の差は歴然か。ベータ、ゼータ、こちらはまだやれる。手出しは無用よ。そんな、どうしてです？せっかく連携だって準備してきたのに。どこか分かりかけているの。彼女の剣、オリビエの剣を通じて。分かる？一体何が？さっきからずっと無表情で声一つ出さない。確かにゼータの言う通り、このオリビエはまるで人形のようだけど、それでもわかるのよ。シャドウから学んだこの剣技を通じて彼女と対話ができているからなのかもしれないし、私にオリビエの英雄の血が色濃く流れているからなのかもしれない。教えて、オリビエ、あなたはどうしてここにいるの？私があなたと同じ顔をしていることの意味、あなたは私にどんな運命を委ねたというの？悪魔つきが呪いではなく祝福であるというのなら、その祝福というのは一体何だというの？語る術は持たないということか。アルファ様。いいえ、この剣を通じて伝わったわ。オリビエは自分の意志でここにいる。彼女の過去に何があったのかはまだわからない。だけど彼女は何かを信じてここにいるという選択をした。アルファ様、下がってください。大丈夫、彼女は最王へと近づかない者に剣は向けない。そして資格さえあればあなたはこの場所を通してくれる。私たちにこの場所の聖域の秘密を見せてくれる。そういうことなんだと、私の中の英雄の血脈がその事実を感じさせてくれている。そうなのでしょう、オリビエ。返事をした？ずっと全くの無反応だったのに。英雄オリビエ、ひょっとしたらリリもどこかの聖域に。ありがとうオリビエ、私の剣に、私の思いに応えてくれて。帰りましょう、ベータ、ゼータ。私たちが次にここを訪れるのは聖域の秘密を知るための木が熟した時だから。つまりアルファ様は三英雄の直系の子孫かもしれないんです。ほう、やっぱりアルファ様ってそういう感じだったんですよ。まあ私もそこそこいいところの生まれでしたけど。へえ、アルファ昔から英雄だとかの設定を割と無軌道に盛る傾向があったけど、ここに来ていよいよ自称実は英雄の血筋の生まれムーブとは。そう、誰しもがふとそう考える瞬間がある。自分が実はそういう星のもとに生まれたのではないかと。だがシャドウガーデンはあくまで設定だし、ディアボロス教団との戦いもあくまで設定に過ぎない。少なくともアルファについてはこの辺は完全に理解した上で僕の影の実力者ごっこに付き合ってくれてるのだから。
つまりこれはアルファによる限界の挑戦。挑戦？そう、挑戦だ。シャドウガーデンの活動を今の状況よりもさらに一段階上へ押し上げることができるはずと。一言で言えばシド、もっとなりきれるでしょと、アルファがこちらを煽ってきているってことなのだ。それは三英雄の謎への挑戦を通じてガーデンそのものの活動を洗練させるということですか？アルファのやることに妥協はない。自らの立場と役割を改めて自覚した、そういうことなのだろう。なんと、そこまで壮大な複合的な狙いを持ってアルファ様はシャドウガーデンの改造計画を。それならこの私も負けてはいられません。おうこのイプシロンも生まれや出自、体格とは関係なしに自らが理想とする自分を目指してより努力していきます。おお、それでこそイプシロン。体格？なんでもありません。そうかそうか。アルファは設定を盛り、イプシロンはスライムを盛る。まさしくシャドウガーデン改造計画だな。